はい、どうもです。親父でございます。今日はね、12月31日大晦日でございます。年越しそばをね、食べる恒例の動画をね、上げていこうと思います。どん兵衛さんとね、緑のたぬきさん迷ったんですけど、両方食べることにします。はい、今ね、ちょっとお湯を沸かしていますので、まあ、ご挨拶の方をさせていただきたいと思います。今年2023年、1年間大変お世話になりました。動画見てくれた方、チャンネル登録してくれた方、そしてコメントいただけた方、高評価押していただけた方、本当にありがとうございました。特にね、コメントいただける方はね、私の動画を上げる、動画を作るモチベーションになっておりますので、よりね、感謝しております。まあね、来年のことは来年のことで、またね、ご挨拶動画を上げようと思いますので、今回はね、1年間ね、本当に皆様に関わっていただき、寂しい親父の一人暮らしをね、豊かなものにしていただき、ありがとうございましたという感謝の気持ちを噛みしめ、いいとこで噛んだわ、噛みしめながら年越しそばをね、すすっていこうと思います。もうお湯が沸ける、もうお湯が沸くと思いますので、お待ちください。はい、ってことでね、お待たせしました。そろそろいいんではないでしょうか。まずね、どん兵衛さんの方からね、3分ですよね。3分でできるんですから、素晴らしいです。もうね、ちょっと早めの段階で買ってね、待ってました。まあ、絶対こういうのにちょっとね、もたついてしまうので、少し早めにね、あげておりますけども、まあ、これがね、動画としても今年最後の動画になります。緑のたぬきですね。私はね、もう毎年言ってるかもしれないですけど、実家にいる時からね、年越しそばはほぼほぼ緑のたぬきかな。早い時間帯にね、もうごちそうをね、母親が作ってくれて、それを食べて、まあ夜寝る前ぐらいかな。その日はね、小学校とか小さい頃でもね、遅くまで起きてられる日だったのでね、食べてましたね。どん兵衛はもう結構経ってからかな。これがね、こっちが見えた方がいいんだって。で、今回ね、これいつものね、かき揚げの天ぷらなんですけど、あえて使わないで、なんちゃってエビ天を作ったんです。エビが高いんでね。豚バラにね、カニカマを巻き込んで、で、ちょっとエビっぽくね、揚げておりますので、まあ、こういう感じでちょっと入れていきましょう。だからもうカニぶったばらカニ店ですね。何言ってるか分かんないですけど、こういう感じでちょっと入れていきますね。ちょっとエビ、遠目で見るとエビっぽいでしょ。尻尾がないからね。本当はもう少しね、カニカマを長くして、先っちょの赤い部分をね、尻尾に見立てて作ろうと思ったんですけど、まあ案外そううまくはいかなかったです。はい、七味をね、入れます。いや、ほんと早いもので、今年特に早かったかな。あっという間の1年でしたけど、これ下から開けるのか、汚いな、天かすとかがね、散らばってるわ。もうこの時点でね、結構時間経ってるんですけど、いただきます。こちらのね、よいしょ、どん兵衛さんの方、どん兵衛のは久しぶりかな。
うん、アメージング。じゃあたぬきさんね、もう食べ比べとかはやってるんで、うん、美味しいな、うん、結局ね両方美味しいのよ。はい、天ぷら行こうか。エビ天もどき、いただきます。うん、まあ全然エビ天ではないけど美味しい。皆さんは今年一年どうだったですか。私自身もね、まあいろいろありましたけども、いいこと悪いことね、うん、いいことの方が少ない気がするけどな。なんかね、体を壊したりとかっていうのが今年はなかったんで、うん、天丼にしたいな。熱い。そういう意味ではまあ良かったのかなと思います。夏が暑かったね。でもね、YouTube としてはどうだったかな。うん、YouTube としてはね、今年はね、うん、まあ特別大きな目標は掲げないで、まあチャンネルのね登録者様ももう3000人ぐらいいるので、あんまりね増えすぎちゃってもやっぱり他の方とか見てるとアンチが湧いたりするのでね、まあ、私はもうすぐあのブロックしちゃうから、まあいいのはいいんですけど。チャンネル登録者の伸びってことはそんななかったかな。今年はマイペースでやろうと思ってたんで、動画自体も最初の方はあんまり本数作らなかったっていうのもあったかな。うん、まあ大きい動画の企画ができなかったっていうのが、やっぱりどっか行ったりとかになってくると友達と一緒にね行くっていうのがほとんどなので、友達がちょっと忙しかったりするしてるとなかなかね、
遠くに行ったりとかはできないんですけど、それでも埼玉のね、何号だったかな、その一本道の付近で、まあ10店舗も20店舗もね、ゲームショップがあるところにやっと行けたりとか、イメージング。茨城のねハードオフ全店制覇しましたし、千葉もね制覇したんですけどまあ制覇しては新店できて、制覇しては新店できてっていう感じなので、茨城がやっぱりあれかな、茨城店舗数少ないんだけど結構ね離れてるところにあったりするから、お互いの用事があった時にね、ちょっと早めに出てなんてありましたけど、まあ、結局両方美味しいんだよな。お互いにいろいろ個性があって。天ぷら美味しい。2本ずつ入れないで店頭にしてもよかったな。ここら辺にしておきましょう。ちょっとね途中ではございますけども、年越しそばいただきました。というわけでね、今年もお世話になりました。大変ありがとうございました。またね来年、自分のペースでにはなると思いますが、動画をね開けていこうと思いますので、毎年のことですけどもね、お暇な時間帯に皆様のね隙間タイムにね見ていただければと思います。それではまた来年お会いしましょう。良いお年を。